にちは、まりちゃんです。いずちゃんです。みなくんです。粘土で遊ぶよ。えいえいおー。はい、今日は文具屋さんに行って粘土をいっぱい買ってきました。はい、はい、はい、じゃあいずちゃんが選んだのはどれですか。キピーちゃん。はい、伊豆ちゃんはね、すっごい可愛いで、この粘土を選びました。6色の色の小麦粘土と、あとキティちゃんの型が入ってますね。お勉強できるように、混ぜるとこういう色になるよって書いてある。例えば、青と黄色を混ぜると緑色になりますよとか、青と黄色と赤を混ぜると茶色になりますよとか書いてあります。面白いね。そして、みなこんが選んだ粘土を教えてください。トミカがいいかなと思って、このトミカの粘土押し型セットを買いました。はい、こんな感じで車とかね、うん、バスとかトラックかなできます。はい、そして粘土は4色入っています。そしてなんとね、スゴロクシート1枚っていうのも入ってます。すごい面白いね、これ遊べるよ。でまたここにもね、混色ができますって書いてあって、混ぜることができて、白と赤を混ぜるとピンクになりますよとか書いてあります。粘土がなくなると思って、パステル色のお米の粘土9色を買ってきました。こんな感じですごい可愛い色なんだよ。ほら、紫もあってね、あとね、薄いピンクとか、ここにパステルってあるので、明るい色のこういったね、生き物とか、キャンディーとか、こういうのが作れます。まりちゃんはどうしてもハンバーガー屋さんセットをしたいってことで、ハンバーガー屋さんの粘土を買いました。そしてまりちゃんがすごく悩んでいたので、じゃあ楽しいから買おうかって言ったのが、このラーメンを作ろうのセットです。イエーイ。ね、こんな感じで9色入ってました。でこのね、ほら、紫すごい可愛いなと思って、ほら、こんな感じです。ほら、こんな感じで、ほら、綺麗な色入ってたよ。これ紫芋とか作れるんじゃない。ほら、気持ちいいね。そしたらちゃんと紫は紫でこの中に入れて、うん、で、しまっておこうね。そしたらね、明日も明後日もずっと遊べるから、イエーイ。ちゃんと閉めておかないと固くなっちゃうからね。気持ちいい。はい、どうぞ。わー、よかったじゃん。これで、うん、じゃあ箱を下に置いて全部粘土出してごらん。すごい面白い。ほら、すごろく遊びだから、こうやってサイコロもついてました。黄色と、うん、赤と、うん、交換してくれるの。青と、うん、白。そうね、これで混ぜ混ぜしてね、ちょっとずつね、いろんな色を作っていこう。はい、そしてこんな感じで、ほら、すごろくがついてました。面白い。はい、じゃあトミカを作っていきます。はい、はしご車すごい綺麗にできました。これはトラックかな。トラックもまりちゃんできてる。上手に見て、ほらすごい、ね、ピンクにしてもいい。いいよ。そしてこれはパトカーかな、乗用車かな。みなこ見てごらん、カーズみたいなのできたよ。ね、かっこいいでしょ。そう、見て、いろんな色の作った。うん、上手。一番だね。面白いね。じゃじゃん、こういう感じに。みなちゃん上手。みなちゃんできた。ほら見てごらん。本当だ。あ、すごいすごい。はい、みなこのトミカはこんな感じで粘土が入ってました。ね、なんかすごい、なんか食べられそうな。でも食べちゃダメだけどね。ミッキーの粘土と同じだ。ここの底には豚さんが映ってました。これで豚さんができるんだ。見てて見てて。ちょっと汚くなっちゃった。うわー、面白いでしょ。マレちゃんのはこんな感じでいっぱいついてる。ナルトも作れるし、お魚もハートも。髪の毛みたいに出てきた。マレちゃん上手、すごい。え、それ何？ラーメン。ラーメンか。みなこは何を作るのかな、次。やめてみる。みなこ怒られちゃったね。あ、キティちゃんを貸してもらったのね。できた。じゃあこれだけね。1回だけ。1回だけだって。みなこ、これ貸して。ありがとう、みなこ。いいよね。上手にできたでしょうか。なんか出てきたね。うん、パスタ上手だね。そう、結構力いるんだから。そう、上手できた。長いパスタ。はい、まりちゃんナルト作りました。ほら、これで。あ、いいじゃん。キティちゃんのなんかできたよ。パンケーキかな、これは。あ、なんか出てきたと思って。すごい、なんかちょっとできてるよ。はい、こんな感じね。はい、まりちゃんのラーメン、ほら、出来上がってきました。すごい上手。まず餃子作るよ。はい、餃子作れるでしょうか。うん、上手。みなくんできた。
みなくんの特製餃子できました。はい、わ、上手にできたかな？卵ができました。わ、上手。あ、卵だ。カニさんだ。カニさんの跡ができましたよ。簡単な子に取れる。あ、これいいね。この粘土いいね。どれにしよう。はい、こんな感じでできました。あ、かわいい。わ、いいよ。上手上手。このやつでお顔つけた。なんか面白いね、これ。見て。はい、美味しそうだね。パクパクパク。どうやって作れるの？伊豆ちゃんが作ったお料理。キティちゃんのなんかかまぼこかな？がついたパスタです。これはかまぼこ。うん、ありがとう、伊豆ちゃん。美味しそうだね。あ、これはハンバーガー。はい、じゃあマリちゃんがハンバーガー屋さんセットをしたいということで作りたいと思います。はい、じゃあまず茶色のパンツを作りたいと思います。使うのは赤、青、黄色。うん、それをちょっとずつ混ぜます。なるかな、茶色に。楽しみ。あ、なってきた。ほら、本当だ、なってきた。なってきた、茶色に。ほら、茶色に。ちょっと見せて。本当だ、見せて。ほら、パンツの色になってきたよ。本当だ。何を？何を使うの？何？これって。これ。赤はダメ。いいなぁね。だってねんねの勝手に作ったの。いいな、いいな。ね、作りたいの、お願い。いいな、こうだ。お願い。もうダメだ。お願い。ダメ。うん。ダメ！赤はダメ。だって、マリの赤使ってるでしょ？だから、赤は。なんで？でも作りたい。ダメ。だってねえねえのやつ取ったじゃん。ねえ、なんだね。だからダメ。トマトを乗せて、パンツを乗せて、汁のやつ。はい、まいちゃん上手にできた。イエーイ。すごーい。チーズハンバーガー。さあ。ちゃんとね、トマトも入ってるんだよね。これごまでしょ、ごま。そう、ごまごま。え、すごい、美味しそう。ありがとう。じゃあポテトもみなくんと今度作ってあげれば。ね、みなこも遊びたいんだよね。すごい泣いて怒ってたね。みなこち、ポテト作りたいよね。ダメ。ダメ。見て。さっき赤使っちゃったからなんだよね。お姉ちゃん怒ってるの。ね、いい？いい？ゆずちゃん、あのみなこが勝手にね、まりちゃんのね、赤使っちゃったからね、赤い粘土。ごめんね、しよう。ね、ごめんねって。許さない。見て。あ、じゃあみなこ投げ、混ぜて。赤と黄色。やった、やってる、やらせてくれるって。ダイエットじゃあ作ってごらん、みなこ。うん、泣いたね、泣いた、いっぱい泣いた。ありがとうって、お姉ちゃん、はい、ありがとうって。いいよ、よいしょ。できました。